急に雨が降るなんて困りましたね。朝に見た天気予報でもそんなこと言ってなかったのに。お疲れ様です。困りましたね、雨がいきなり降るなんて。私今日は傘を持っていなくて。って、なんで傘持ってるんですか？置き傘ですか。用意がバッチリで、さすが私の後輩さんです。お、駅まで入れてくれるんですか？相合傘になっちゃいますけど、いいんですか？先輩とだったらいいですよって。もう、何ですかその言い方は。でも、ありがとうございます。ではでは、お言葉に甘えて。こうして並んで歩くと、身長の差があるからでしょうけど、なんだかいつもより後輩さんが頼もしく思えてきますね。え？というより私が小柄だから？違います、後輩さんが大きいんですよ。もう急な雨でしたけど、こうやってお話ししながらだと少し楽しくなってきちゃいました。雨の中でしっとり話すのもいいものですね。なんて話していたらもう駅です。どうしてか時間があっという間でしたよ。今日は私が助けられちゃいましたから、今度何かお礼しなくちゃです。先輩にドーンと任せてください。そうだ、ご飯でもおごりますよ。